おはようございます。ペイです。我が家で人生初のキャンピングカーコルドリーブスが納車されて半年が経ちました。今までの半年間の旅で車中泊をした日数25泊、半年間の旅で走った走行距離は 11,800km。 南は九州鹿児島から北は東北青森まで車中泊旅をしたキャンピングカー超初心者夫婦が感じた納車後半年キャブコンタイプのキャンピングカーコルドリーブスの使い勝手がいいところと、少し大変だと感じた感想、そして我が家が選んで良かったと感じている装備やオプションについてもお伝えします。それでは本日もよろしくお願いします。おはようございます。ペイです。我が家のキャンピングカーバンテックコルドリーブスが納車されて半年が経ちました。車中泊日数は25泊、走行距離は 11,800km になりました。それで今日は人生で初めて選んだキャンピングカーコルドリーブスの使い勝手のいいところ、それと少し使い勝手が難しいなと思うところ、あと我が家が最後の最後まで悩んだキャンピングカーのタイプ、バンコンとキャブコン、そして我が家はキャブコンを選んだんですけれども、そのキャブコンを選んで良かったこともお伝えしたいと思います。それでは本日は我が家が人生で初めてキャンピングカーを納車して半年、良かったこと、そして大変なことをお伝えしたいと思います。それではレッツゴースタートします。キャンピングカーを購入して我が家が一番感じているメリットの一つはこの居住スペースです。まずご紹介したいのはこのダイネットスペースですね。我が家はこのテーブルを設置した状態でキャンピングカーを使うことが多いんですけども、やっぱりこのねテーブルの大きさっていうのはね大切な要素の一つだと感じますね。だからこれはね大きなテーブルがおそらくですけども、このキャンピングカーのサイズ同じぐらいのサイズの中では大きなテーブルがついてると思うんですね。でこのねテーブルが大きいっていうのは良かったですね。でダイネットスペースでテーブルの次にね気に入ってるのがこのシートですね。このシートは拭くとね結構水を弾いてすぐね汚れ取れるんですよね。であと我が家にはボーダーコリーのナギがいますので、でナギはねいろいろやっぱりね汚したったりするんで、でその時にねこういうシートをちょっと軽く拭くだけでもう取れてくれるんで、やっぱりこれはねワンチャン連れで車中泊をする場合にはね助かりますね。で次は寝る場所なんですけども、我が家はこのテーブルをつけたままで空いてるスペースで家内が寝てくれていて、で私はこのバンク上のね、バンクっていうのはこの、まあ、2段ベッドの上みたいな感じなんですけどね、これをバンクっていうんですけど、このバンクベッドで寝てるんですね。でバンクベッドはね展開しないといけないんですけども、この横をよいしょ、普段はねここに布団を敷いて、ちょっと今はね毛布とかしかないんですけど、ここに布団を敷いて寝てるんですね。ただまっすぐ敷くとまっすぐで1m80ぐらいだったと思うんですけど、ちょっと私身長 1m74cm なんですけど、ちょっとね足先とか手がこうなんか不安定な感じがするんで、斜めに寝て、今足も下は足も伸びてるんですけど、こういう感じでちょっと上にもスペースを作って、でね快適に寝かせてもらってます。実際にこのバンクベッドの就寝定員は3名だったかな、縦に3名だったような気がするな。なんで本当はねここにまあ 2名ぐらいでね十分寝れるんですけど、私はねもう贅沢に一人でって寝かしてもらってます。はい、なのでここがすごくお気に入りです。で我が家が半年間温存しておいた居住スペースのメリット、いや温存してたわけじゃないんですけどね、トイレです。このトイレは初めて前回の旅から使い出したんですけども、それまではね道の駅とかに行かせていただいてトイレを使わせていただいてたんですけど、でもこのねトイレ、もしキャンピングカーの購入をご検討されてて、このトイレをつけるかつけないかで迷っておられる方がおられたら、もうつけた方がいいと思います。我が家は半年、どうしてかわかんないけど半年使わなかったんですね。でも使ってみたら本当に楽でした。
もうあの寒い中を、それも夜中にね、寝てたのにみたいなんでね、もう完全に目はギンギンに覚めるしみたいなね。でトイレの近くにばかり車を止められるわけではなかったりしますからね、混んでたりしたら。そしたらもう長い距離をね歩いて、もう寒いしみたいな、もう風邪ひきそうみたいなね。あとはね、防犯面でもやっぱりね、夜中に道の駅とは言ってもね、少し危ないなと思う時もあったりするので、やっぱり女性が一人でトイレ行くなんかになるとね、気になりますからね。やっぱりこういうトイレがあったら便利だなって、まあうちは前回の旅からなんですけども、トイレをこう車中泊スポットとして探す必要がない。あとはね、山の中のトイレのない駐車場でも車中泊ができるので、我が家はね、まあ我が家というか私がね、景色を撮ったりするのが好きなので、動画としてね。そうしたらあの朝一番の景色とかっていうのを道の駅で起きてからそこに向かっていくと、だいぶ早くに出発しないといけなかったりするんですけど、前の晩に動く段取りもしとかないといけないので、まあ、このキッチンスペースのこととかにも問題が出たりしますから、だからね、やっぱりトイレがあると、その現場ですぐに起きて撮りたい時にね、窓から見て、あ、今撮りたいなと思ったらすぐそこに出て行って動画が撮影できたりするっていうのはね、やっぱりね、トイレがあって大きなメリットだと思うので、トイレはね、おすすめします。で、次の居住空間のメリットはこの立てることですね。これはね、大きなことだと思うんですね。立ってこう移動できるっていうのはね。ただ普段私たちはここにナギがいるスペースを作っているので、これをね、はめ込んでるんですね。よいしょ、こんな感じではめてます。まあここがね、ベッドにもなるんですけども、こうやってはめてます。で、これでね、立つと、まあちょっときついんですね。こう、私はちょっとかがまないと無理なんですけども、でね、これをね、かがむのを忘れた時にここにね、ガーンと頭を打ったりするんですけども、でもそれでもね、やっぱりこうある程度はちょっと腰はかがめますけど立てるんですね。でこれがね、こう膝でね、ずっとこう移動するっていうと、私は仕事でね、かなり両膝を怪我してきたので、これはちょっときついんですね。まあこれは私の個人的な、本当に個人的な意見ですけど、なのでやっぱりこう少しでもかがみながらでもこの移動できるっていうのはね、これはね、キャブコンならではかもしれないんですけども、やっぱ立ってね、移動ができるっていうのはね、大きなメリットだと感じてますね。次に我が家がこのキャンピングカーの居住空間で感じているメリットはこの土間ですね。これはね、もうめちゃくちゃいい。これ本当にいいです。私はじめは先端エントランスのキャンピングカーを探してたんですね。でも、まあなんかこう、いろいろ考えると、リアエントランスがもしかしたらいいかもしれないなと思って見に行ったんですよ。まあ結局このリアエントランスのコルドリーブスを購入したんですけども、まあこれはね、ワンちゃんと車中泊される方には、もう本当おすすめな土間スペースですね。で、汚れるとね、ここね、まあもちろんこう履いたりね、ちっちゃなほうきで履いたりするんですけど、こうやって、あとはね、ここね、直接水流せるんですよ。で、ここにね、穴が開いてて水が流れるようになってて、で、この上もこの部分も水を流しても水が抜けるようになってるんで洗えるんですね。で、我が家は山で遊んだり雪遊びとかすごくするんですね。そしたらナギをそこに連れていくと、もうドロッドロなったり、もう雪だらけになって帰ってくるんですよ。で、ここではね、それがこの下ではね、やっぱ雪があったりとかドロドロで洗えなかったりするんですね。で、それをね、ここでするんですね。そうすると、まあここは洗えるんで、もう何だったらこのままね、靴でこうやって上がっていく時もあるんですね。もうそうしないと、もう結局汚れちゃったりするんで同じだから、もうここでやっちゃおうみたいな感じでね、ここまで上がっていったりするんですよ。やっぱりね。そして最後の我が家が感じている居住空間のメリットなんですけれども、この大きな窓です。私たちもね、このコルドリーブスを購入する前にたくさんのキャンピングカーを見に行ったんですけれども、最終的にね、決め手になったのがね、やっぱこの窓でしたね。この大きな窓から見えるこの景色っていうのは、なんともね、私たちはね、動くお家を手に入れた気分になったんですね。いろんな場所に移動した時にこの窓からね、いろんな景色を見れるんですよね。でも環境が変わらない。そしたらね、やっぱ動いていくお家もうここに入ってくると、ああ落ち着くなみたいにね、家の感覚と変わらなくなって、でも窓の景色は常に変わっていくんですよね。これはね、やっぱりね、最初に購入前にこの窓がいいなって思った、そのまんまのイメージでしたね。これはね、良かったと本当に思ってます。
先ほども言ったように私は景色を撮ったりするのが好きなので、そしたらねやっぱり自分の目で見るのはもちろん好きなんで、ここからねまあコーヒー飲んだり、飲めるとこだったらビールを飲みながらとかね、これで景色をねずーっと見てるだけでもね、これはねいい時間なんですよ本当に。だからねやっぱりこういうね大きな窓はあってよかったなと思います。あとねこの大きな窓も大好きなんですけども、バンクのね小窓もねめちゃくちゃ好きなんですよ私。あのバンクの小窓はねなんかこう子供の時のねこうワクワクする感じ、なんかこうどっかに行くって言った時になんかこう車の中からでも流れていく景色をずっと見たりとかして、どこに行くんやろうなとか、あとまあ電車とかでもねそうだと思うんですけども、全然知らない景色がいきなり目に飛び込んできたりとかで、このバンクの窓は運転席の上にあるんで高い位置から見れるんですね。でちっちゃいんですよ窓が。そしたらね余計ねワクワク感がね増幅されるっていうかね、布団に入りながら、ここだったら布団に入って寝るとするとちょっとね起き上がってこう見ないといけないんですよ。でもねバンクの小窓ってね布団に入りながらそのまま目線の高さで入っていけるんですよ。でそれでね外を見たりできて、でこの窓は外から見ると、外の人がこの窓を見るとちょっとね目線よりもまあちょっと高いぐらいなんで、あの気になるみたいですよ外の人も。開けるとあれ見てるなみたいな感じになるみたいで、でもねあのバンクの窓はね人の目線より少し高いところにあるんで、上から見たりちょっと窓を開けてもねあんまりね気づかれないんですよね。だからね私はねあのバンクの窓から景色を見たり、お今日も人いっぱいおんなみたいな感じで、ね、見るのがね大好きなんですよね。でここからはキャンピングカーを購入して半年で感じた少し大変かなって思うデメリットっていうものですね。それをお伝えしたいと思います。デメリット一つ目、それはベッド展開です。これがめんどくさい。さっきもね、ドマのメリットの時にお伝えしたんですけども、私はね、先端エントランスを探してた理由の一つは、やっぱ常設ベッドがある。常にこうベッド展開をせずに寝れるっていう状態が欲しかったので、このねベッド展開をしないといけないっていうのはね私の中では最大のデメリットだったんですよね。でやっぱりねあの大変です。で実際に半年使ってみて、やっぱりねこのベッド展開を一回一回しないといけないっていうのはねめんどくさいなと思いますね。ただ慣れるとねそんなにね展開に時間はかからないので、もう最近はね慣れてきて、でこう考えたんですね。家にいたらベッドで寝る方とお布団を敷いて寝る方がおられると思うんですけど、我が家はねお布団を一回一回敷いて寝るんですね。だからまあただそれをやってるだけだと思えばいいと思ってまあ言い聞かせてるんですけどね。でそしたらねそんなにね面倒と感じなくなってきましたね。もう寝るには当たり前の流れだっていう風に思ってきてるので、だからこのベッド展開、まあベッド展開ってさっきもねしましたけど、これを下ろしたりとか、このテーブルを取ってでここをパタパタっとやったりするんですけども、まあそれがねなんかこう当たり前の流れだと思ったら、まあまあ慣れましたね。はい。でも最初から感じてたやっぱこれは大変だったなっていうのはありますね。はい。で次のデメリットなんですけど、それはこれです。頭をね何回もぶつけてるんですね私。もしこの下をねナギのスペースにしなくって、あのマットを入れてなければ全然当たらないんですけど、普段はねでもこういうナギのスペースを作ってるんでこういう状態なんですよ。でこれでねあのこういう状態だったらいいんですけど、夏場とかってキャップをかぶってたりするじゃないですか。キャップをかぶってるねちょうどこれ見えないんですよ、こうなってて。でそしたらね分かってるんですけどいつもねガンガン頭ぶつけてたんですよ。これはね、一回一回ね、なんて言うんですかね、あの、めっちゃ怪我するほど痛いわけではないんですけど、痛ってなる、あの、イラってするあの感じですかね。だからね、なんかもうね、家内はね、ここにね、黄色とね、黒のね、縦縞のコーションのね、テープを貼れって言われるんですけど、でもね、なんかそれもね、あんまり綺麗じゃないしなぁと思って、で、ここにパッとつけようとかってなったんですけど、まあ、パッと。そうなぁ、それも綺麗じゃないしな、ほんだもうね、頭カーンみたいになって我慢するか、みたいなね。あんまりごちゃごちゃしたくないしなと思って。はい。それがデメリット二つ目です。デメリット三つ目は収納スペースです。で、この収納スペースなんですけれども、
室内に関しては我が家は収まってるんですね。床下収納もありますし、収納ボックスもね、結構ね、いい位置にあるんですよ。で、これはね、大丈夫なんですけども、問題はね、トランクなんですよね。で、トランクね、大きなものは一つあるんですけれども、それでもね、やっぱり結構ね、寸法が限られてるので、持っていけるものっていうものがね、あまり大きなものは運べない。これはね、リアエントランスなんで、やはりその分居住スペースに使われてるんですね。土間を作ったりとかですね、このダイネットのスペースが大きかったりとかって、メリットは大きいんですけども、でも大きなものを積む場所がないっていうのはね、やっぱりしんどいところがありますね。まあ、なんとかね、室内とかにこううまく入れながら持っていくことはできるんですけどね、やっぱりね、室内に入れられないものとかで、大きなものとかになった時に、これはね、なかなかこのキャンピングカーではね、積めないんですね。我が家はね、雪遊びをよくするんですけどね、家内がね、最近ね、ソリが欲しいとか言い出して、で、ソリが、あれどこだったかな、須郷さん、お蕎麦屋さんだったな。あの、岐阜に行った時に、奥飛騨温泉郷に行った時のお蕎麦屋さんだったんですけど、そこにね、300円で大きなソリが売ってたんですよ。で、家内がね、これ300円や、これ欲しいって言ったんですよ。でも、ソリが大きくってね、詰める場所がない。でね、詰める場所っていうか、まあ、室内に入れればいいんですけど、土間のところに入れればいいんですけど、やっぱりね、ソリとかそういう外で遊ぶものを室内に入れるっていうのはね、ちょっと気が引けるんですよね。でもそれを外に入れる場所っていうのもないんで、まあそういう、まあソリに限らずなんですけども、そういう外で遊ぶものに関して、やっぱ詰める場所、大きなものを詰める場所がないっていうのは、結構デメリットですかね。ただ、その分、さっきね、メリットでご紹介した居住スペースがね、充実してるっていうのは、まあこれはどっちを取るかっていうのは難しいですよね。でも我が家はまあナギもいますから、あの土間があって、でそこでね洗ったりできるから、まあこれはね工夫でね、なんとか、まあこの先ね、もし大きなものを積まないといけないとか、なんかもうちょっと荷物が増えてきたら、なんですかね、ボックスをつけたりとか、でもそうしたらね、なんか車高とかでね、また長さが出ちゃったりして、なかなかね難しい話ですね。それがデメリット3つ目です。次はメリットデメリットではないんですけども、我が家がキャンピングカーを購入する際に、これは選んでおいてよかったなと思う装備とオプションについてお話ししたいと思います。最初に我が家がこの装備は絶対外せないなと思ってたのが 4WD です。で、私たちはジムニーを併用して乗ってるんですね。そしたらやっぱり 4WD の強さっていうのをね、まあもちろん全然駆動系も違うので、あの同じ 4WD とは言えないんですけども、でもね、やっぱりね、 4WD だと安心感があるっていうのがあるんですよね。さっきもね、ソリのお話をしたと思うんですけども、我が家はね、雪遊びをすごくするんですね。で、それでやっぱり雪の多いところに行くので、もう自分たちで用して雪の多いところに行くのでそしたらやっぱりね、 4WD が安心かなって。ジムニーで雪山とかね、雪道っていうのはよく走ってたんですけども、やっぱりね、この 4WD っていうのは
どうしても欲しい装備でしたね。で次の装備はソーラー充電です。でやっぱりねソーラー充電は止まってて車中泊とか行ってずっと走ってれば走行充電っていうものが入るんで、走行充電はかなり強いので結構すぐにねバッテリーは満タンになってくるんですけども、でも止まってる状態では充電しないんですよね。まあ、この屋根にねソーラーのパネルが乗ってるんですけども、そのソーラーのパネルに太陽が当たって充電するっていう、まあ全然詳しくないんですけど、まあおそらくそんなシステムだと思うんですけど、でそれで充電してるんですけどもね、それがサブバッテリーの方に充電をしてくれたりするんですけども、そんなにねめちゃくちゃ充電されるわけでは多分ないんですけども、乗ってるのはね 480W だったと思います。多分マックスで 480W だったと思います。多分もうちょっと覚えてないけどでそのパネルが乗ってるんですけどね、でそれで充電するんですけど、まあ今日は晴れてるんで、今日は晴れてるから何ワットかな、このソーラーはそんなにすっごい走行充電みたいには充電されないんですけども、でも車自体が止まってる状態でも充電してくれるので、ただ晴れ曇りだったらかなり数字は低いと思うんですけど、まあ、晴れてると結構な充電量をね入れてくれるので、やっぱりソーラーはつけてよかったなと思いますね。で次が最後なんですけれども、つけてよかったなと思うのは外のリアエントランスのドアの上にある LED ライトです。これはね最初ねいるかなと思ったんですよ。でも納車から半年間ライトを使用してみて、これは家の街灯みたいなね安心感があってつけてよかったなと思いますね。ただ見積もりの時にねすっごい高いわけでもないんですけども、すごく安いわけでもないっていう、なんとなくね値段的にはボディーブローのように効いてきたっていうのを覚えてるんですねなんかこうまあキャンピングカー自体がねすごく安いわけではないので、そこになんか削れるものはないかなって思った時にどうしようかなと思う外のね LED ライトなんですけども、我が家はねこの安心を生んでくれる外の明るいライトはねつけてよかったなと思ってます。本日は我が家がキャンピングカーを納車して半年感じたメリット、デメリットをお伝えしました。もちろんね、この先もね、車中泊旅にはどんどん出ていきたいと思ってるんですけれども、半年という区切りでこういう企画をお伝えしてみました。ご視聴ありがとうございました。で、次回からなんですけれども、我が家がキャンピングカーを納車して半年、様々な土地を車中泊旅で訪れたその総集編をお届けしたいなと思ってます。もちろん再編集をしてお届けしますので、少しね、違うテイストで見ていただけるかなと思っています。どうぞそちらの方もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。